本日朗読させていただきますのは宮沢賢治作セロ引きの報酬を朗読いたします。時間の都合上冒頭からセロとあゴーシュと猫の掛け合いが終わるところまでを朗読予定でございます。それではお聞きくださいませ。セロ引きのゴーシュ作宮沢賢治。ゴーシュは町の活動写真館でセロを引く係でしたけれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学士の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のように鳴っています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた、とうてててててい、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えている暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の譜面を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。ソロと思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなってない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。翔くん、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らがあの金靴鍛冶屋の佐藤のあの金靴鍛冶屋だの里親の出地などなんかに寄り集まりに、負けてしまったら一体我々の面目はどうなるんだ。おいゴーシュ君、君には困るんだから。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴ひもを引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。高貴ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり
どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰っていきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って、椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら、弾いては考え、考えでは弾き、一生懸命、しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴー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 弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいにはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走っていて、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。ゴーシュ君か？ゴーシュは寝ぼけるように叫びました。ところがスーッと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。あー、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？ゴーシュが聞きました。これおみやです、食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。第一俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、破格もならないやつをむしり取って。今までもトマトの茎をかじったりケチらしめしたのはお前だろ。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目をすぼめていましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に障ります。それよりシューマンのとろめ愛を弾いてごらんなさい。弾いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ弾きは尺に触って、この猫のやつをどうしてくれようとしばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ生意気だ生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では弾くよ。ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入っていきました。何を弾けと？トロメライ、ロマンチックシューマン作曲。猫は口を拭いて言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛び抜きました。そしていきなりドンと扉へ体をぶつけましたが、
扉は開きませんでした。猫は、さあこれはもう一世一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻の中からも出しましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなってますます勢いよくやりだしました。先生もうたくさんです、たくさんですよ。ご賞ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいには猫はまるで風車のようにぐる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 帽子を回りました。帽子も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もペロリとして、先生今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロ弾きはまたぐっと尺に触れましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい具合を悪くしないか、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。はは、少しあれだね。セロ弾きは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつきました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭をドンッとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンッとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロと逃げ道を抑えようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。セロ引きは戸を開けて猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。以上です、ありがとうございました。